すみません。ありがとうございます。はじめまして。ケビシアナウンサーの長岡太陽と申します。中田と申します。すくわいしたくて、はい、追っかけてました。あ、ですか。すごいいろんなところからお話は入っておりまして、はい、楽しみにしてました。はい。はい、よろしくお願いします。ちょっとまだまだ緊張した面持ちでね、インタビューに答えてくれました。今シーズンが2年目の中田圭佑選手です。中田選手は一昨年のドラフト育成14位で福岡大学からホークスに入団。この年128人がドラフトで指名を受けたんですが、その128番目に名前を呼ばれたのが中田選手だったんですね。指名順位が低いということもあり、当初の期待値それほど高くはなかったんですが、去年2軍戦でコンスタントに起用されて打率2割6分8厘、1年目の成績としては支配下の選手たちと比べても遜色ない成績を残してくれたんですよね。まさに最下層からの下克上。今日はそんな中田選手の魅力にとことん迫っていきます。やれることできることでしか。いきなりなんですけど、どうですか、プロの世界。あ、厳しいです。どんなところが厳しい。やっぱり競争っていうか、選手もたくさんいるんで、その中でこう上に這い上がるにはやっぱり本当にすごい競争を勝ち抜かないと上がれないんで、そこがやっぱすごく厳しいなと思いました。ドラフト会議、全体の最後の指名で入団をしたじゃないですか。そこから1年間どんなイメージが変わりましたか、プロに対して。2軍でも全然まだ通用しないのかなっていうふうに入って当初思ってたんですけど、去年途中から2軍で出させてもらって、少し手応え感じた部分もあったので、その入った当初から比べたらこの1年やって、もう今年行ってやるぞっていう、もうちょっと先か、年数かかるかなというふうには思ってたんですけど、もう今年1軍で活躍してやるっていうふうな気持ちに変わりました。今はっきり思ってるんですよ、はい、自分の想像よりも、速いスピードで1軍っていうのが目標に立てられたっていうか。そうです、まだまだな部分は多いんですけど、とにかく一日でも早くもう一軍にで活躍するっていうところを明確にしました。具体的に自分の何が通用すると思いましたか。泥臭さですか。優れた能力とかはないんで、気持ちの強さというか、もう 何が何でもこう結果を出してやるというか、そういうところが強みじゃないかなと思います。一番の強みは泥臭さ。それは中田選手が学生時代から常に心がけていた野球に対しての向き合い方。優れた能力はないと話す中田選手がプロで生き抜くための唯一の武器だったんです。その泥臭さはプロに入ってより泥臭くなりました。どうですか。そうです、もうより泥臭くしないと、はい、やっぱり上には上がれないと思ったので、もうそこはより努力作、はい、そう見せようとかじゃなくて、もう何が何でもっていうか、何が何でも取るとか、絶対後ろのバッターにつなぐとか、そういう気持ちでプレーしないと上がれないと思ったので、もうそこだけです。正直ここだけの話、ちょっとカッコつけたくなりません。ちょっとなんかちょっとすかしたプレーしたくなりません。ちょっといやでもこんなんで困らしちゃって、もうそこは捨てて、もうとにかく、はい、堅実にというか、もう本当泥臭くやろうと思ってます。具体的にどんな目標だったんですか。今年ですか。はい、もうとにかく試合下になって一軍で活躍するっていう、ところがあるんで、もう2月1日のキャンプからもうとにかくアピールして、もうそのチャンスをつかめるようにしっかりやっていきたいと思います。とにかく打ちまくって、はいはい、試合かなって一軍で活躍するところだけです。ちなみに趣味ありますか。趣味は、サウナですね。私もです、はい、ちょっといつか実現させてください、はい、サウナでの対談よろしくお願いします、はい。